て誰が石を持ってるか突き止めないと、みんなの記憶が一生戻らなくなる。二度と友達に戻れない。何度追い詰めても相手は私たちの記憶を消して逃げられるのよ。どうやって戦うの？クローバーみたいにすればいいの？え？私がメモに書いてるビデオを見ろって。やった！ずっと様子が録画されてる。トワイライトのカメラ？わけわかんないんだけど。私もそうだけど、過去の私が記憶を消された時のために録画してたみたい。これは私の庭。誰この子？ウォールフラワーブラッシュ。聞いたことないわね。私はいつも、うぅ、たく仲良だね。私が何したって言うの？ぶっちゃけあなたのこと全く知らないのに。それが悪いのよ。あなたはみんなを騙してた。あなたは変わってない。今もめっちゃくちゃ意地悪な人。そんなに意地悪してほしいならしてあげる。この子の言ってることもわかるわ。ご指摘ありがとう。賢くてモラルのあるトリクシーは言いたいことを言わせてもらう。あなた何もしてないつもりなんでしょう。そうよ、意地悪なんてしてないもの。意地悪しなければいいって話じゃないのかもしれないわ。優しさも必要なんじゃない？そうね。でもここから出られなければどうしようもない。あなたの魔法で出られる？試してみる気にもなれないわ。やったところでどうなるか散々見てきたでしょ。日が沈めばみんなには永遠に嫌われたままだけど、少なくとも一人は友達がいる。え？しかもその子はこのキャンタロット高校の生徒の中で一番すごく素晴らしい子なわけだから、その子がいてくれれば文句はないわ。騙されやすいのね。私がちょっと諦めたふりしたら信じちゃったの？あんなの冗談に決まってるっしょ。とっても素晴らしいトリクシーは自分の力を諦めない。友達の力もね。ちょいちょい役に立つ探偵アシスタントちゃん、さあよく見てなさい。魔法使いが姿を消すわよ。やっと、うまくいった。とうとう成功したわ。まだ出らんないんだけど。うん、それも魔法のうちよ。すぐに出してあげる。もういいわ、私はここに残る。あなたは行って。借りが一つできたわね。この恩は絶対忘れない。絶対諦めないでよ。ワールフラワー。ワールフラワー待って。私の名前を覚えてるの？しっかり覚えてるわ。記憶の石も自分の行動も何もかもね。嘘。なんで午後の記憶は全部消したのに。聞いて、私も昔はあなたみたいだった。人気はあったかもしれないけど寂しさも感じてた。あなたとは全然似てないし、私は寂しくない。だって私には植物がいる。だから寂しくないと思ってた。ごめんねウォールフラワー。そういうのやめて。友達の前でいい子ちゃんぶりたいだけでしょ。しかもうまくいってるし、あなたのこと何とも思ってなかったら私が仕返しするわけないでしょ。あんたなんか大っ嫌い。あなたが優しいふりしてる記憶を友達から消して懲らしめたかったけど、残念ながらそれは失敗したようね。いっそ高校生活全部の記憶を消すのはどう？ダメよ、それじゃお互い出会ったことも忘れてしまう。私みたいにどうでもいい人になるだけ。全然大したことじゃないんだから。やめて。私も一度友情の邪魔をした。みんなの友情を壊すぐらいなら私が盾になる。フラッターシャイ、やめて。アップルジャック、ラリティー。
ない。ここはどこ？プリンセス・セレスティア？これどういうこと？ねえ誰か助けて。あなた誰なの？あなたの友達よ。記憶はないままだけど、あなたがしたことを見て、私たちをかばったのを見て、あなたのことがちゃんと分かった。私たち友達よ。魔法は得体が知れないけど、私たちの友情の魔法に比べたら。はいはい、分かってる。ほらみんな行くよ。トワイライトサンセット島。今までごめんね。みんなが戻っただけで十分。自分が恥ずかしい。記憶の石を見つけて、最初はちょっとした記憶を消してたの。挨拶しようとして変になった時とか、間違ったこと言っちゃった時。全部私だって記憶から消し去りたいことはいっぱいあるのよ。だからって言い訳できない。つい記憶を消すのに慣れすぎて、完全に自分を見失ってたんだもの。ひどいことしてごめんなさい。もういいの。私もごめんなさい。とっても素晴らしい友達がいなければ気づけなかった。私は意地悪してないけど優しくもなかったって。大事じゃない人なんていない。おとなしい人の気持ちも考えなくちゃね。背景プリンセストワイライト、資料の最後に書き加えて。記憶の石はもうないって。教員用の駐車場に止めないで。助けてくれてありがとう。プリンセスルナにお礼を伝えておいて。2番目に素敵な先生プリンセスセレスティアにも。今の冗談って分かるように伝えてねすごく幸せよ。何もかも元通りになって。クイーンの委員長に話があるんだけど、なんでここにこれが載ってるの？理由は秘密です。私からはお答えできません。まあ全部が元通りではないわね。園芸クラブの部長さんにお届け物よ。できてる。私も全然できてる。大丈夫でしょう。